こんにちは、倉田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、よく最近話に出てくるリックについてお話ししたいと思います。リックって何ですかっていうやっぱ質問がちょっとあるので、リックっていうのはそもそも何なのかという今日の内容ですね。リックは使った方がいいのかとか、あとリックの発展という話をしたいと思うんですが、それではやっていきましょう。はい、リックって何っていうことですね。よく使用する一フレーズのことですね。言葉で言うとよく使う、その人がよく使う言い回しの一つみたいな感じですね。やっぱ音楽はすごく言葉に似てるので、言葉と違うところは、言葉って相手のフレーズがあった時に、相手のフレーズが途切れた時に、で、交代交代をする時に相手に被らないようにするっていうのが、言葉の一つなんですが、ジャズの場合とか、クラシックとかでもそうですけど、音楽の場合は、同時に平行移動しながら、こういう風に折り重なっていく感じになるんですね。だから相手のフレーズが終わるちょっと前から始まっていたりとか、完全に同時進行していたり、それが3人4人になれば3人4人がこういう風に行くわけなんですね。なので相手のフレーズを相手がこういう風に行きたいから多分ここに行くだろう、だからここが開くからここにこのフレーズを入れようみたいなフレーズになったりとか、そういったりすることが多いんですが、こういう時にリック、例えばギターとか、ギターの人がねよく書いてますね。ホームページとか調べるとリックっていうとジャズギターの人がすごく多いんじゃないですかね。ここまでのフレーズ、この流れっていうのを一つのリックっていうふうに考えてますね。で、僕がよく言ってるリックっていうのは、何度もお話ししてますが、このフレーズですね。ドソソラソって弾いたらシードって答えるっていうのが、これが一回しのリックなんですね。だからこれ自分で全部弾いてもいいし、もともとはドソソラソって言うとシードはベースが答えるっていうものなんですね。なのでこういう相手がこう言うとこういうこっちを言うっていうコール&レスポンス、いつやるのっていうと今でしょみたいな感じなんですね。だからそう、古いですけどね。でもいろいろあるじゃないですか。こう来たらこうみたいな、こう来たらこうみたいな、そういうフレーズを知ってると、音楽がというか言葉が、会話が盛り上がるというか膨らむ感じになるじゃないですか。なのでその時の流行りのリックがあったりするんですけど、そういうのはすごくたくさん作ったのが、1950年代のビバップっていうか、ハードバップって言われる時代に、すごくそういう、音楽のリックっていうのはたくさん出てきますね。あとはもう一つ僕が考えてるのは、ある曲のある場所に行くとなんとなくそう決まる、フレーズのことみたいな。ここに来たら、誰かがこれをやる。ここに来たらこのフレーズをみんな弾くから、みんながそのフレーズのとこ集まるみたいなフレーズがあったりするんですね。こういうのも、お決まりのフレーズのことをリックと言います。要はリックは使った方がいいのかって話になるんですが、リックがあると組み立てやすくなるんですね。要は全く、なんていうんですかね、スケールだけ覚えて、要はスケールっていうのは僕はよく思うんですけど、アイウェイオとかかきくけこだと思うんですね。だから、アイウェイオ、かきくけこって言ってても全然、だからドレミファソラシド、ドレミファソラシドってやっててもかっこよくないわけですよ。要はそれをうまく組み合わせて、言葉を作っていくってことなので、なのでリックっていうのがこのコード進行的にはこのフレーズ、このコード進行的にはこのフレーズっていうのは、これがなくしてはむしろ逆に演奏なんてできないんではないかなと思うんですけど、そういうリックっていうのを使った方がいいのか。で、例えばその、こう来たらこうみたいなのは、使った方がいいかというと、こういうのは全くやるのは良くないという人もいますし、でも最初の初心者のうちは散々やった方がいいんじゃないかなと僕は思います。なぜかというと、リックに頼ると、このフレーズが来たらこう、このフレーズがこうっていうのが毎回来てしまうと、同じ感じになりやすい。要はジャズって何かっていうと、テーマのメロディが決まってて、ここを自分なりに作曲していく、要は自分らしさを出せる音楽なわけなんじゃないですか。なのでリックっていうのはそういうのを使ってしまうと毎回毎回同じ自分になりやすいということで、そういうのをリックっていうのを散々やった後はだんだん避ける傾向にありますね。だからこれはですね、僕のもう本当に尊敬するドラマーで、広瀬淳二さんという方がいらっしゃるんですが、この間ライブを見に行った時にね、エンカウンターのライブを見て、一曲ちょっと飛び入りもさせてもらって、その後に結構お話ししたんですけどね。
昨日ね、昨日あのフレーズでこんな感じでフレーズを出し合ってみんなですごく盛り上がったと。そうすると今日はこのメンバーだといつも何か誰かが違うことをしようとしてて、自分が違うことをすることをすごく受け入れてくれると。そんなバンドで演奏していることに誇りを持ってるし、そんなバンドで演奏し続けたいっていうことを言われてて、めっちゃかっこいいなと思って。僕も大好きなメンバーも全員大好きなメンバーなので、まあ、皆さんそういう意識でやってるから、だからツアーとか回ってこう なんだかこのバンド独特のこう一体感みたいなのがすごくあって、やっぱりすごくファンも多いんですけど、非常にそういう、感じがしました。でその話をですね、まあ、広瀬淳二さんとよくやってる、もうピアノの僕の大尊敬する椎名豊さんにその話をしたら、ね、まあ、僕はその何か違うことをやり続けなきゃいけないっていう考えはまあわかるんだけれど、もうそれはそれでいいと思うんだけど、それは一つのなんかこう陥ってる、むしろ逆にこうね、こうリックに頼るといつも同じような演奏になりやすいの一段上が、こうむしろこうリックを頼ってこう違うフレーズになるっていうんではなくて、この時この瞬間に聴いている人に伝わる自分が思う一番のフレーズを選び続けたい。そしたら昨日と同じフレーズになるのがベストかもしれないし、そうじゃないかもしれない。それはメンバーと一緒に決める、自分が一人で決めるんじゃなくてメンバーと一緒に決めていくわけで、何か違うことをしなきゃって考えに陥ってしまうと本当に伝わる部分を見逃してしまうかもしれない。だから僕は本当に今この瞬間聞いてくれてる人に伝わる、自分が一番これ伝わると思う一番のフレーズを選び続けたいって言ってですね、もう本当にこの二人ってもう僕のメンターですよね。まだまだ僕はまだまだだなと本当に思いますね。僕なんかリック使ってイエーイとか言ってるタイプなんで、でも本当にその瞬間その瞬間音を選びたいっていうのは思ってます。だからその瞬間選ぶのが、まあ、リックだったりリックを変形させたりというところからやっぱりどんどんこう変わっていくみたいな、こういうのがまあジャズミュージシャンのこう精神論なんですよ。でみんなそこでこう自分らしさっていうのをこう一生懸命作っていくので、まあ、そういうところなんですね。でリックの発展で非常にこう面白いなと思うのが、僕はこうマイルスの、クインテットですね、第1期っていうのが、まあ、このメンバー、ジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポリシェンバス、ギリー・ジョージ・ホームズですね。ジョン・コルトレーンのは、まあ、結構抜けたがってたっていうのもあって、この時ベニー・ゴルソンに変わったりとか、非常にこういろいろこう入れ替わりがあるんですね。で第2期もう完全にこのバンド解散してしまって、第2期にこうマイルスがやり始めたのは若手を使って、この当時のハービー、ロンカタ、トニー・ウィリアムスというのを使って、でサックスにウェイン・ショータを入れるんですね。ウェイン・ショータの前に、まあ、サム・リバースだったりとかジョージ・コールマンだったりとか、ちょっといろいろ入れ替わりはあるんですけど、このメンバーになってこうやっぱツアーとか回り始めるんですね。でまあ4部作、リラクシング、クッキン、スティーミン、ワーキンで、この後にちょっと第1期から第2期までのビル・エヴァンスが入ったりして、まあ要はモードジャズっていうのもでき始めるんですね。だからアルバムで言うとカインドブルーのアルバムとかがあって、ソーファットとかっていう曲があったりとかして、このバンドになった時に最初のこのマイファニーバレンタインとかフォアノモアっていう、これまあこの時はジョージ・コールマンですけど、こうライブアルバムなんですけどね、コンサートアルバムなんですけど、非常にかっこいい、まあ名盤って言われてるやつなんですが、この時はもういわゆるこの辺でやってたこと、カインドブルーでやってたか、この辺りでやってたことをずっとこう早いテンポにして、ものすごい新しいアレンジでどんどんやり始めるというか、アレンジというよりかはもう新しいアプローチでやり始めるんですね。でショーターが入ったあたりのですね、プラグドニッケルコンプリート版っていうの、これを僕尊敬するピアニストの納屋義彦さんにバンドに入れてもらった時に、一番最初にこのアルバムを買えと。でこのアルバムもうボックス版で1枚ぐらいするんですけど、でこれを本当に聞くと本当に人生変わるかなみたいな、聞いたんですけど、その時は全くわからない、そもそもリックもわかんないしみたいな、全然なんだかよくわかんなくて、まあ、とりあえずずっとわかるまで聞いとこうと思ってずっと聞いてましたけど、どこの本で読んだのかはちょっといろいろ探してるのが定かではないんですけど、なのでこう非常にこううろ覚えで申し訳ないんですが、このプラグドニッケルってライブアルバムなんですけど、でまあみんなでメンバーでこう向かっていくときに、まあメンバーもこう固まってきたしさ、まあ、いつもやるこう言い回しリックみたいなやつはなしにしようって誰かが言い出して、で盛り上がってたらしいんですね。で行ったらレコーディングの準備がされてて、マイルスが、ああそうだったっけみたいな話で、レコーディングする俺ら聞いてないみたいな感じだったらしいんですね。まあその辺マイルスらしいですけど、でまあマイルスがそのまあしゃあないねみたいな、録音だから、まあ、ちゃんとやろっかみたいな話をするんですけど、なんかその
ステージに行く前のところでみんなで歩いてて、トニー・ウィリアムスがやっぱりあれやることにせんみたいな話をちょっとして、みんながスタートしたらしいんですね。そうするともう本当にこれ、そうやってそれを聞いてこれ聞くとよくわかるんですけど、要はいわゆるリカクシン、クッキン、スティーム、ワーキンでやってた決めをみんながちょろっと出そうとするんですけど、それなしだったよねみたいな感じで結構めちゃくちゃになってる。だから要は定番のリックを使えないんで、バンドがぐちゃってなってて、もう崩壊しそうになってる瞬間がいっぱいあるんですけど、だから新たなこうアプローチがこうどぎつすぎて、何そのアプローチみたいなので、みんな反応できなくてぐちゃぐちゃになったりしてるけど、すごいバッチリ決まったりとか、おそらくこう聞いたこともないフレーズだけど多分感じてこう答えてるとか、そういったものがいっぱい聞こえてくるってやつで、まあ問題作は問題がそうですね。これ最初に発売された時は実は4曲しか入ってなくて、かなりつなげてうまいこと作ったみたいなんで普通なんですけど、これボックス版を聞くとね、その同じ曲が何曲も、要は2日間3日間やってる分を全部こう入れてあるので、なんか同じ1ステージ目2ステージ目同じ曲やってたりとか、マイルスが勝手に吹き始めてみんな多分ついていくみたいなシチュエーションだと思うんですけど、定番の曲をいっぱいやってるんですが、とんでもない演奏になってますみたいな。このリックっていうのは結構ミュージシャンでもこうやっぱりみんな悩むとこなんですね。だからリックを覚えて、まあ覚えなきゃいけないっていう段階はまだ全然いいんですけど、覚えたところでこれをどこまで使っていいのかとか、どういう風にしようかみたいなところら辺はすごく悩みどころですね。使ってしまうとすごく、要はいつもの自分じゃなくて誰もがやってる、要はそのリックって決め技で誰かがこう言うと誰かがこう答えるってことなんで、ありきたりの演奏になりがちなんですね、リックをやってしまうと。だからそれがいいか悪いかって言ったらすごくこう物議を醸し出すとかなんですね。だけど初対面で演奏するときとかはこうリックの交換っていうのが一番早いというかね、盛り上がりやすいし、ああそれ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 みたいな風になりやすいけど、だけどこうバンドが慣れてくるとそういうリックをできるだけやらないようにするっていう、そういう風ですね。僕もそうですね、長いことツアー回ってるとだん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 そのまあそういうこともいちいちやらないみたいな感じにはなってくるかな思います。というわけでリックに対しての、まあ、一応 お話をしましたが、まあ、リックって何かというと、一つで言い回しですよ、リックは使った方がいいのかって、これは物議を醸し出すとこだけど、まずは最初は覚えるんだけど、そこから使った方がいいか、ことわざみたいなものね、ことわざばっかり引用されてもみたいなとか、こうそういうこう誰かが言ってる、こうお笑い芸人が言ってるこうコール&レスポンスばっかり使う人ってなんか喋っててこう浅い感じがしますよね。なのでだんだん使わなくなっていくんだけれど、使うと盛り上がりやすいよというお話ですね。でリックの発展だからみんなやっぱそこで悩んでて、そういう風にミュージシャン、こうマイルスみたいなバンドのミュージシャンとかでもこうやって悩んで、こうそういう風にやったりやらなかったりっていうのをやってるということですございます。はい、本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。